お腹周りのエクササイズをしても、なかなかお腹が引っ込んでこない。下腹が全く変わらない。そういった方に今回のスクワットがおすすめです。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今までへこみにくかった下っ腹、姿勢から改善できて、確実にお腹がへこんできます。やり方を聞いた後で一緒に5回ほどスクワットをしていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下っ腹が簡単にへっこんでいくフロッグスクワットというのを紹介していきます。お腹周りのエクササイズをしてもなかなかお腹がへっこまない人は、腹筋や腹横筋ではなく姿勢が関係しています。バレリーナの方、お腹出ている人が実はいません。なぜかというと、バレエで行われている基本の第一ポジションがお腹を確実にへこませてくれる姿勢なんです。その姿勢を今回身につけながら、スクワットをたったの5回やっていくだけで、確実にやる前、やった後、変わってきます。それを継続的に行うことによって姿勢が身につき、お腹のへこんだ生活が待ってます。今回アイテムを使用します。レジスタンスバンド、これを使うことによってさらにお腹をへこませる姿勢を身につけることができます。ない方はなくても真似だけしてください。ある方は使ってください。もし持ってない、必要だっていう方は説明欄にリンク貼ってますので見てみてください。で、今回タートル使ってるやつは編み込んであるゴムなんですけど、説明欄にあるのは普通のゴムです。おいおい、編み込んであるやつ紹介しろよって思うかもしれませんが、編んであるゴムは切れにくいメリットがあるんですけども、摩擦で皮膚をすりむくデメリットがあります。女性はこの編み込んでないやつを使ってください。あんまり使っているとこっちだと皮膚が黒ずんじゃいます。なのでこっちの破れやすいんですけども、こっちの方がいいです。肌に優しいです。こっちを使ってください。で、今回このバンド持ってる方はちょっと固めのやつを使ってください。で、お腹をへこませる今回のポイントとして、骨盤の外旋というのが関係していきます。骨盤を外旋することによってお腹をへこませる、お尻を締めるという姿勢が身についていきます。骨盤がどうしても内旋してしまって X 脚、O 脚になった姿勢の方はですね、やはりお腹の力が抜ける、お尻の力が抜けて出る、腰が反れてくる、お腹が前に出てくる、こんな連続の繰り返しです。こんなの嫌だって思う方はですね、今日一緒に5回やりましょう。改善されます。それではやり方を紹介していきます。今回やる場所は布団とベッドの上ではちょっと難しいです。ですが、できないことはないです。ですが、立って行うだけですので、布団やベッドから降りて床でやっていきましょう。紹介します。はい、今回骨盤を外に広げる力プラス外に広げることによって、お尻がキュッとね、締まります。そして今回まずバンドを使わずにフォームだけ見てください。まず足を揃えた状態で、手は腰です。ここからかかとをつけたままつま先をちょっとずつ広げてみてください。で、これ以上つま先が広がらないよっていうところでストップです。この状態でストップした時にちょっとね、前かがみになってしまうと思います。これでしっかり骨盤を外に広げて、お尻をキュッと締めた姿勢が、お腹がへこんでお尻が締まってっていう姿勢になります。この今完成したお尻とお腹の姿勢のままですね、膝を広げてお尻を締める、膝を広げる、お尻を締めるっていう感じで5回繰り返します。この時に膝を曲げた際にお尻が出たらダメです。締めたまま、まっすぐ一直線、お尻を締めたまま。お尻が出るとお腹が出ます。ですので、お尻を締めてお腹をへこませて、このまま
かとが浮かない位置まで下がって、かかとが浮いたらダメです。離れてもダメです。かかとがついたまま下がれるところまで下がる。前かがみにならない、体まっすぐ保てるところまで下がる。立つ。というのを繰り返していきます。この時に、バンドを膝上にセットします。膝上にセットしたら、今と同じように動きます。しゃがんだ時に自然とゴムを引っ張る形になるので、骨盤を広げる力がすごくつきます。そして骨盤を広げる時にお尻を締まりますから、しゃがんだ時もお尻が締まったままをキープできる。ということはお腹がへこんだままずっと動けるということになります。これがないとしゃがんだ際にちょっとお尻が緩んじゃうのでお腹の力が抜けやすいです。ですが今回はバンドない方はとにかくお尻を締める意識をして体をまっすぐにしとけばお腹がへこんどきますから、その意識でやってください。これを5回一緒にやっていきましょう。いきます。1、2、3、4、しっかり広げます。2、3、4、前かがみにならないように、1、2、3、4、お尻を締めてお腹をへこませたままです。3、4、1、2、3、4、 OK です。今ので骨盤が少し外旋している感覚、お尻が締まったままになっているって感覚があれば OK です。今の骨盤を広げる、お尻を締めるっていう意識ができてくればですね、自然と座ってる姿勢、立ってる姿勢っていうのが良くなって、お腹を常にへこませた状態っていうのが楽にキープできてきます。もちろんお腹の脂肪が取れるわけではないですけども、姿勢が改善されるだけでもお腹というのはへこんでウエストは細くなりますから、今の第一ポジションというのを練習してもらって、骨盤を広げとく、お尻を締めとくという姿勢を身につけてください。そうすることで今よりも確実にお腹がへこんできます。やった方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンクのフォローよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。